い、皆さんこんにちは、しゅなたんです。今回はマックのクリスマスコフレをご紹介したいと思います。ではレッツゴー。はい、ということで今本当にマックのサイトでも予約が取れないほど人気なクリスマスコフレをゲットしました。今回私もちょっとそのマックの公式サイトでの予約は予約できなくって、どうしよう、ゲットできないかなと思ってたんですけど、バイマーというサイトでマックのクリスマスコフレゲットできたので、それをご紹介していきます。で、今回私は2つゲットしました。それがこちらです。あ、逆逆、もうめっちゃ可愛くないですか、今年のマックのクリスマスコフレ。私今回初めてクリスマスコフレを買ってみたんですけど、もうどれもこれもめちゃくちゃ可愛くってすごい悩みました。マックのクリスマスコフレ買おうとは決めてたんですけど、その中でもブラシのセットとかいろいろあって迷ったんですけど、私はこのアイシャドウパレットとリップ、これ全部リップなんですけど、リップのセットを購入しました。まずこっちのアイシャドウパレットからご紹介します。こんな感じですっごいキラキラしてます。で、これ私今回シルバーだったんですけど、もう一つゴールドがあって、それも色味が違うようになってるんですけど、私が今回買ったシルバーの色味はこんな感じの色味になってます。もう本当にすっごい可愛いです。ローズゴールドみたいな感じになってて、ちょっとボルドーっぽい色味だったりとかが入ってて、この2つが結構きつめのラメが入ってるんですけど、すごいクリスマス感があるなと思いました。思ったよりも結構アイシャドウ自体はちっちゃいかなと思いました。だけど筆とかがついていて、見てるだけで幸せになります。ちょっと実際手に塗ってみます。はい、手に出してみるとこんな感じです。でも左から順番に取っていったんですけど、こんな感じになってます。ちょっと私もともと肌が黒いので、ちょっとあんまり見えないかなと思うんですけど、近くで見たらすっごい綺麗な色合いです。ちょっと冬だからかアイシャドウも思ったより硬かったんですけど、でもそれでも全然発色はとても良かったです。この真ん中の2つの色が分かりますかね、すっごいラメが入ってるんですけど、これがものすごく綺麗です。で、右から2番目の色合いも私は好きだなと思います。左の2色の色はちょっと私の手が濃すぎてあんまり発色がわからないかなと思うんですけど、これも普通にオールマイティに使えそうな色合いになってます。またちょっとこれを使った冬のクリスマスメイクみたいなのもやろうかなと思ってるので、ぜひぜひ楽しみにしといてくれると嬉しいです。では、お待たせいたしました。私今回本命のこちらのリップをご紹介していきます。もう本当に可愛いんですよね。これが結構サイズも大きいですよね。なんか12色入ってるんですけど、はい、こっちはパッケージはゴールドになってます。これは1色しかなかったです。では行きます。リップ好きの方興奮しますよ多分。行きます。3、2、1、オープン。やばくないですか、この並び見えますかね。はい、こんな感じになってるんですけど、もうやばいですよねこれ。本当にいつまででも眺めてられますよね、こういうのって。かわいい、かわいいです。で、ピンク系、ブラウン系、赤とか結構入ってます。で、サイズはちょっとちっちゃめになるんですけど、12個入ってるので、これが今回のサイズで、今までの普通のサイズと比べると結構わかりやすいかなと思うんですけど、だいぶ小さくなってます。中もこんな感じで結構細身になってます。だからすごいなんか持ち運びとかはかさばらなくていいかなと思いました。で、しかもなんかいろんな色がバーって入ってるので、本当に試せる感じのクリスマスコフレになってます。もうこれクリスマスコフレでこれが出るってな見た時に、と思ってこれは買わないかんと思って、もう急いで購入しました。一つずつ装置していきます。はい、こんな感じです。左から順番に装置してみました。こんな感じになっております。
もう本当にどれも、ね、もちろん発色がよくって結構全部マットなリップになってるかなと思います。すごいちっちゃいので細かいとこまで塗りやすいかなと思いました。で今回結構私マックのリップが好きで集めてるので何個か被ってたやつもあるんですけど新しい色味とかもあったりしてすごくいいなと思います。またこれでちょっと気になった色味とか通常サイズのおやつとか買ったりできるかなとも思いました。すごい可愛いですね。こう見るだけでもリップ一つ一つのこの色も違ってこのピンクだったらピンクのケースになってるとか赤だったら赤とかブラウンだったらブラウンとかすごくカラフルになってるので見た目も可愛いしこれはもうやられました。本当にすごい出費は痛いんですけど可愛いのでよしです。はい、今回ゲットしたクリスマスコフレはこんな感じです。本当にどっちも可愛くてまたこれを使ってメイク動画上げていきたいなと思ってるのでぜひぜひ楽しみにしといてくれると嬉しいです。はい、今回はこんな感じで私はマックのクリスマスコフレを買ったんですけどもちろん他にもねたくさんクリスマスコフレ出ててどれもこれも可愛いのでぜひぜひ皆さんのお気に入りとかも教えていただけると嬉しいなと思います。多分ですけどまだマックの通販にもクリスマスコフレちょっと残ってたりするのもあると思うのでぜひ気になった方は見てみるのもいいかなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。